ドイツ人の居住地域の変遷東方植民は、12世紀から14世紀、エルベ、ザーレ両家は伊東の地への新生ローマ帝国の西部、ドイツ人や騎士修道会による植民。後に、新生ローマ帝国とドイツ騎士団領土の拡大に続く。エルベ伊東の地方は、民族大移動前ゲルマン人の居住地域であったが、その後スラブ人により占拠された。現在のエストニア。 スロベニアやトランシルバニアの地域。特に、ドイツ騎士団は、先住民のキリスト教家を理由に、バルト海東南沿岸地域で、軍事的性格の濃い植民を推し進め、後のプロイセンの元になる、大規模な領土を獲得した。民族移動後のゲルマン人の定住地域の東京は、ほぼ、エルベ川とそのシリューザーレ川、ボヘミアの森とバイエルンザを連ねる線であり、それ以東は、 スラブ人の居住地であった。10世紀以降、この地域のキリスト教会が、精力的に活動を行い、多数の司教座が建設された。同時代の西欧には、東方植民以外にも、レコンキスタや十字軍運動のような、大量移動現象があった。その背景には9世紀以降の農業技術の、進化による、人口増加による、西欧世界の膨張。 領主同士の構想によって敗北した騎士層や逃亡農民が東方植民の担い手になったという事情があった。両方諸公や騎士団は実際の植民事業の遂行をロカトールと呼ばれる受け負い人に委ねた。ロカトールはドイツ本国において植民者を募集し彼らを率いて植民村楽の建設を行った。ロカトールは 村長として裁判権などの特権を付与され、村民から時代を徴収して、領主である諸侯や、騎士団に収めた。植民地域の建設都市のうち、バルト海沿岸の開港都市や、比較的大きな商業都市のように、半座都市その他本国の都市が、母都市となり、母都市の商人団が、娘都市を建設したものもあるが、内陸の中、小都市の多くは、 植民村落の場合と類似の方法で、ロカトールの請負いにより建設された。テッラ・マリアナは、リボニア十字軍の後に植民された。ブランデンブルク編強迫のアルブレヒト一世は、ブランデンブルクの獲得に成功した。1164年に、ザクセン公のファインリヒ三世は、メクレンブルクの領土を得た。1181年、フリードリヒ一世皇帝の時にメクレンブルクと、 ポメレリアは神聖ローマ帝国となる。1226年、ポーランドのコンラト一世は、異教徒プルーセン人に対する政党と強権に手を焼いて、クルムランと領有権と引き換えに当時ハンガリーにいた、ドイツ騎士団を招兵した。騎士団はプロイセンを征服、騎士団国領となった。13世紀、全ヨーロッパを侵犯させた、モンゴルのヨーロッパ侵攻で、 グレゴリウス九世は、全キリスト教徒に対し、異教徒襲来と戦うべしという章章を発した。騎士修道会は、防衛をするよう命じられる。モンゴルのポーランド侵攻とポーランドの内戦も、東方植民を進めた。国王による都市化促進政策の一環として、ユダヤ人もドイツ商人と一緒に招聘された。植民近く地で、 ドイツ都市法のマクデブルク法が採用され、東方植民の目的として都市や工房を建設、各地に市を形成主国の近代化が遂行された。1308年、ポメレリアまで領地を拡大した。1346年、デンマーク王はエストニア王国を騎士団に売却した。ありがとうございます。